もうこれのために4ヶ月間ぶっ通しでバイトして、ついに買えました。おー！もう画面が、もう全然違う。皆さんこんにちは、ヨガイです。はい、今回は、ついに届きました。先週の土曜日に、あの動画、見ましたか？これ、あれを見てる人だったら、もうわかると思います。今回届いたのは、こちらです！よっこいしょと。はい、こちら、MacBook Pro 2020年モデル、届きましたー！はい、ついに、こちらが届きました。今のところ、人生で、一番の最大の買い物です。もうこれのために4ヶ月間ぶっ通しでバイトして、ついに買えました。これはもう感動しか言いようがない。じゃあ携帯です。これはもう感動しか言いようがないです。今回もさっき言っちゃうんですけど、こちらのお値段なんと38万円ほぼ40万円です。実は僕の友達で自作 PC 作れるぐらいめちゃくちゃパソコンに詳しい子がいて、その子の意見を聞いた上で購入しました。まあそれはともかく、開けちゃいましょう。僕、この MacBook Pro もうずっと欲しくって、いつもヒカキンさんの MacBook Pro の動画、もう何回だったかな、もう累計100回ぐらい見ましたね。では、開けましょう。なんか、もう古いが止まらない。何度も言ってるんですけど、僕これずっと欲しかったんで、すごい感動してます今。では開けます。じゃあまずは動画を見てる皆さんに見せます。はい、こちらでございます。うわぁ！ MacBook Pro だ！本物だ！いやもうこれ引き出す瞬間がたまんないんですよね。じゃあ、いきます。よっ！おぉ！わぁ！やったー！うわぁ！めっちゃ嬉しい！いやもうこれをずっと待ってた。はい、これが外箱になってます。もう重みが半端ないです。これ40万円するんで、もうぶっ壊したりしたらもう大変なことになります。さあ、ではお待ちかね、これを開けます。いやー、嬉しすぎてもうたまんないっすね。では、開けます。重っ。クラッシュ！うわぁ！うわぁ！うわぁ、やったー！めっちゃかっこいい！うせぇ、重たいし冷たい。もう半端ないな、これ。じゃあ今からドアップで見せます。ついにやってまいりました、この時の瞬間。いや、3ヶ月間結構バイトしたんですけど、長かったっすね。もう、この感動の瞬間、もうちょっと伝わるかな。じゃあこれを取ります。よいしょ。おぉ！うっすぇ！いやーもう本当に薄い。ヨドバシカメラとかアップルストアで実物見たんですけど、やっぱめっちゃ薄い。で、この中に USB-C ケーブルと、これなんだろう、多分説明書と、そうそう、これが新しい充電器です。なんか手触りが、なんか手触りがすごい。これが USB-C です。この説明書何が入ってるんだろう。よいしょ。まさかシールとか入ってないのかな。 iPhone 買った時もシール入ってたんですけど、入ってんのかな。MacBook Pro だ。シール入ってる。うわ、ギンギラギンだ。すごい。もう説明書に関してはもうほんとなんか最低限のなんか説明書になってますね。それ以外は何か入ってんのかな。それ以外は何も入ってない。もうほんとこれだけ。アップル製品って説明書少ないから、結構、なんかちょっと戸惑っちゃいますよね、最初。では、師匠が何度もやってるペローンをやろうと思います。これ一回しか味わえないので、しっかり味わいたいと思います。では、いきます。おぉ。よっと。おぉ。うわ、かっこいい。いや、もうこれかっこよすぎて。
もう最高。いやすげえ。で、何度も言ってるんですけど、これめっちゃ薄いです。いやすごい。今のアップル製品ってこれ開いたらもうすぐ電源起動するんですよ。では開けます。よっと、おお。で、この紙を取ると、よいしょ、おお、ついたついた。うわすごい。あ、もうすごい、機械の匂いが、機械の匂いがする。おお、いやすごい。日本語を使用するにはリターンキーを押してください。今 Wi-Fi の設定のパスワード打って分かったんですけど、キーボードはそんな変わんない気がするかな。僕はバタフライ構造のキーボード一回触ってんですけど、あれと比べたらもう間違いなく違うんですけど、僕普段使ってるパソコンが2013年モデルの MacBook Pro なので、まあそんな違和感はもうないですね。で、今からもう一通りの設定をします。はい、前のパソコンにデータを入れたら1時間半ぐらいかかりました。で、もうこれがお待ちかねです。タッチ ID、 もうこれが結構楽しみでした。今まで僕が使ってたやつは基本的にパスワード入れないといけなかったんですけど、タッチ ID があるおかげでスマートにログインができます。よし、データそのまま入ってます。で、一番僕がびっくりしたのはこのやっぱタッチバーですね。このタッチバーがもうやっぱすごい進化してるなって思うのと、あとトラックパッドがめちゃくちゃでかいんですよ。なんか押し心地がちょっとまだ慣れないので、これは、まあ、しばらく経ったら慣れると思います。で、この MacBook Pro を買うにあたって周辺器具をいろいろ買い揃えました。まずはこの充電式のマジックマウス2と、そして MacBook Pro のケース、僕が今使ってる MacBook Pro の黒いなんかプラスチックありますよね、あれです。16インチバージョン、これも買いました。色は一緒なんですけど、こちらの方が若干薄くなってます。こちらはよいしょ、あれ出ないはい、はい、これが MacBook 16インチのケースです。それとこちらのキーボードカラー、これとこれのセットで2000円でした。結構お得です。それとこちら MacBook Pro のスリーブです。いつも使ってるのが Amazon の黒いやつなんですけど、今回これ買った理由なんですけど、まずこれ取っ手がついてるのと、これパソコンが2台入って、さらに充電器とマウスとスマホも入れられるという万能ケースです。これ確か Amazon で2500円で買いました。 MacBook Pro の16インチは USB-C しかないので、こちらを買いました。 USB-C のアダプターです。今の Mac ではこれ必需品なので、 Mac 買う人は絶対これを買いましょう。これ Amazon で2000円で売ってます。これは USB が3本させて、 SD カード、マイクロ SD と USB-C とモニターさせるので、これめちゃくちゃ万能です。ではマウスを開けます。ちなみに僕今使ってるマウス、実は中古品で買ったやつなんですよね。今回新品で買うの初めてです。なんか箱を見た感じ iPhone っぽいっすね。おお、よっと、おお、あ、もうこのまま入ってるんだ。なんかビニールとかに入ってるわけじゃないんだ。おお、綺麗。まあ当たり前ですよね。クリックの感じはいつものマウスと一緒ですね。あ、そうそうそう、これが違うんですよ。今回はサンダーボルトで充電します。あとはこの中に説明書とライトニングケーブルが1本ついてます。ではこのアダプターも開けます。よっと、おお、これだこれだ。本来だったらこの USB を2個挿すアダプターが欲しかったんですけど、ケースつけるとなったらつけられないので、今回この1本のやつを買いました。なんか手触りがもう全然違う。結構マットになってますね、これ手触りが。これが MacBook Pro 16インチに対応しているキーボードカバーです。エスケープキーが独立したということで、ちゃんと上にエスケープキーのカバーもついてます。では一回ケースと USB カバーをこの Mac に取り付けます。はい、カバーを取り付けてみました。僕の前の MacBook Pro とそんな変わんない気がするかな。キーボードカバーは、はい、こちら、あ、キーボードカバーなんですけど、キーボードが若干見えづらいと思うんですけど、めっちゃ見えやすいです。キーボードに入ってるライトが結構光るので、これすっごい見えやすいです。前に使ってた MacBook Pro がこちらです。まあ色的にほぼ似てますね。ただ大きさと薄さは全く違います。はい、上が今まで使ってた MacBook Pro で、下が今回買った MacBook Pro です。もう USB-C になっちゃってるので結構薄くなりましたね。はい、2台一緒に比較するとこんな感じです。もう画面が
もう全然違う。これ画面マックスにしてるんですけど、こっちの方がめっちゃクリアに見えます。いやすげえ。ちなみにこれはレティナディスプレイモデルなんで綺麗なんですけど、やっぱ全然違いますね。あと違うのはやっぱこのトラックパッドの大きさが、前まで使ってた MacBook Pro で、これが今回買った MacBook Pro です。もう2倍ぐらい違いますね。タッチバーとタッチ ID があることで全く別物になりますね。はい、ということで MacBook Pro 16インチをついに買いました。むちゃくちゃ嬉しいね。触って分かったんですけど、今まで使ったものともう全然違います。これは本当に最高です。もう僕はしばらく4年ぐらいはもうこのパソコンを使い倒したいと思います。で、この MacBook Pro に関しては友達にあげます。はい、ということで今後の動画はこの MacBook Pro をガンガン使いたいと思います。よろしく頼みます。はい、以上イロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。